あ、こんにちは、西村文香です。今2023年1月1日なんですけども、なんと、初仕事を終えて私のお正月がここから始まります。ということで、こちらじゃじゃーん、大量の荷物を持ってきました。このまま親戚ん家に行ってお正月を一緒に過ごしていこうかなと思うんで、私はちょっと親戚ではないというか会ったことないんですけど、いとこの親戚みたいに言ってたから、そう、私も遠い親戚なのかな。はい、そのお家に今から行きます。ちょっと初めましてなんで、なんかどういう感じかわかんないんですけど、で、なんと私の父が今コロナになっちゃったらしくて実家に帰れないので、今回はうちの両親とかはいないんですけど、いとことか、まあ、おばとかと一緒に遊ぶ新年になりそうです。もちゃんいる？ただ犬がいない、一匹しか。エマっていうボーダーコリーのワンちゃんをいとこんちにプレゼントしてあげたんですけど、そのワンちゃんがワクチンが3回目打ち終わって初めて散歩に行けるということで、ちょっとね、一番の楽しみは散歩かなって思います。じゃあタクシーを待っていきます。はい、到着しました。エマ、あ、逃げられた。エマです、こちら。今、いとこの家にやってきました。犬のしつけ大会が始まりました。犬のしつけをしつつ麻雀が始まります。では大会準備していきます。では麻雀大会始まります。よろしくお願いします。ありがとうございます。りょうたのパパです。うちのお父さんのお兄ちゃんです。りょうたはいとこです。で、マナ姉です。で、あっちでキッチンでなんかママがやってます。で、あと私のための公平は上で休んでます、多分。ということでやっていきやしょう。レッツゴー、レッツゴー、レッツゴー。滑るな。家族麻雀、ワクワク。いやよ、捨てるかわかんないけど、こんな感じです。今本当に、あ、公平が来ました。 YouTube 撮ってる今。え、どこかしら、ロン。なんでリーチしてないじゃん。エマちゃん、エマちゃんも混ぜ混ぜしたいよね。気になるな。ということで、このような感じでやっていきますけど、どこまで撮ればいいんだかわからない。とりあえず作ろう。はい、ということで終わりました。私はサンチャでした。ご飯食べます。よし、こんにちは。今日はですね、まあ子供たちだけでどこかに遊び、あ、子供じゃないか、子供大人で遊びに行こうと思うんですけど、なんせみんな優柔不断で場所が決まらないということなので、ちょっとルーレットで遊ぶ場所を決めていきたいと思います。西村家の休日始まります。じゃあこれでいきたいと思います。エマ、スタート。スタート。電子どこだ、こっち。ピッピッピッ。なに、初詣。初詣こっちゃの意見だ。初詣、庭でやろう、ハートで。庭で初詣でします。じゃあ一回回すよ。よーい、スタート。停止と押さなくてもいい。ごめん、私押さないと。停止。え、もうおしっこだ。あ、パンツ、パンツ、えらーい、上手、上手。おしっこ、え、おもちゃ、おもちゃ、おやつ、おやつ、おやつ。何になった？あ、メダルゲームが当選しました。メダルゲームか。まあいいんだけど、それだけだとちょっと YouTube 絵にならないから、あともう一個選んでいい。じゃあメダルゲームとあと一個、再抽選。ストップ。え、まとめてくれんの、ありがとう。でもありがとう。何になった？初詣好きすぎじゃん、もう。2回目。
じゃあもう一回ラスト。大丈夫でこれができたんだよ。もうベラバーじゃん。おなんか違うやつになったっぽい。卓球？卓球になりました。じゃあ準備します。はい、いくよ。いや、右手もそうないし。いくよ。今取っていいんだよ。はいはいはい。あーはい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 。うわー、待て。エマ、エマ、なおよ。サッカーしよう、サッカー。エマ、サッカー。はい。あ、エマ。エマ、ありがとう。ありがとうね。じゃあ、一応ドライブってことで。ドライブってことで。じゃあ、とりあえず、今、卓球場、うん、に向かってます。結局、メダルゲームはなしだったわけ。メダルゲームは、そこはないね。メダルゲーム。もう、だって、今、5時になるよ。我々は朝みたいなもんだけど。朝だって朝寝たんだもん。しょうがないよ。朝寝ました。昨日は夜中朝までみんなで麻雀してましたね。あ、初詣。あそこ初詣。あ、初詣。じゃあ一旦お願いします。今年もマナーはしたからね。今年も健康で、はい、過ごせるように頑張ります、ね、よろしくお願いします。出店とかがあれば行きたかったんだけどね。したい。りょうたと行ったもんね。行ったね。なんだっけあれ、何祭りだろう。大盛りの焼きそばとじゃがバタと飴ね。飴だ。いちご飴、うん、と綿菓子だ。硬いよねあれ。いちご飴、めっちゃ硬かった。いちご飴の美味しいお店あったらお願いします。りんご飴のお店はいっぱいあるけどね。あるね。私が好きなのはポムダムールっていうりんご飴が好きです。なんかめっちゃイルミやってんじゃん、その正面、ね、電気代。もう終わりましたよ、クリスマス。クリスマスは終わってない。卓球到着した。イエーイ。で、今から寒いです。西村ファミリー極寒卓球大会を始めます。今日はマイラケットを持参しました。あ、いいのかも。じゃん。なしで行こう。なーし。すいませんでした。次ネットしたら腕立て10回で。はい、しましょう。超若。あれ知ってますね、腕立て。
い。やるよ。いや、できんのか。ね、実際は無理だろうなと思って。確かにできない。もっと下下に行ったらできない。明日。バッテリーを持ってきたのに、持ってきたバッテリーがもう残量めっちゃなくてちょっと取れなさそうなので携帯で写真撮っておきます。ちょっとやっぱり電池が長くなったんで携帯で撮ります。はい、ということでお家帰ります。近すぎて、これホームビデオみたいになってるもんはい、というわけで実家までワープしました。 GoPro の充電がなかったのと最後エンディングを撮影する時間がなかったため実家に帰ってきてからの撮影となります。結局ボウリング大会では私一番いいスコアを出しました。卓球はちょっと微妙だったけどね。というわけで私の休日でした。あんじゃん、あんちゃん、あんりーくんです。るいくんです。こんにちは。かわいい。かぐちむ、かぐちむです。かわいいね。ということで今日帰ってきたんですが明日帰っちゃうので1日限りの実家楽しみたいと思います。それではおやすみなさい。またね。出れて出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 て。あ、怖い。ダメよ、失敗する。登ろうとしてる。うわー、やべ、近い近い、銃されるー。